今週も AFL ウォッチャーです。福井西部の私坂木とゴールドコースト在住のヨシ2人でお届けしています。ヨシはなんかちょっとメルボルンに行った時にスワンズの人に会ったっていう空港で、はい、そうです。あの土曜日に試合があったんですけど、ジュロングの試合があって、それはあのグラウンドに行けなかったんですけど、テレビで見れたんですけど、日曜日にゴールドコーストに戻ろうと思ってメルボルンエアポートにいたら、赤いユニフォームがちょっと頭を下げて歩いてる姿が見たので、キャッツがボロ勝ちの後だったんだよね。スワンズにボロ勝ちに勝った後、ヨシはキャッツの服を着て見たんだよね、スワンズの人たちを。そうですね。でやっぱこ の, あのウォッチャーのチャンネルもあるので写真撮るのかなと思ったんですけど、あまりにもキャッツすぎたなったので、そこはあのマナーを思って控えました。いやいや、いい試合だったねって言って写真撮ってきてくれればいいのに、肝心なところでそうやってビビっちゃうから、スワンズに頼む。次回ね、ちょっと誰かに会ったら撮ってきてよ。はい、頑張ります。お願いします。それともう一点、今シーズンザテンの映像ずっとモザイク入ってたんですけれども、ずっと交渉してて AFL 側からついにアローリスト、我々のチャンネルに加えてもらったので、おそらく今週から大丈夫になると思うんだけど、これはね、そうだね、アップしてみないとわからないので、ぜひお楽しみにということで、そのザテンだね、見ていきましょう、はい。もうそろそろさ、これモザイク入ってるのも慣れてきたんだけど、モザイクが取れてるのもいいなと。そうそうそう。だからこれが、ウェスタンブルドックスですね、白のユニフォーム、トローからのハント、このキャンディ、フェイントをかけて、これもポケットのエリア、難しいエリアからゴールを奪ったシーン。そうですね、このキャンディがフォーカスされてるんですけども、やっぱそのキャンディの後、ちょっとこう集中力を高めてまっすぐ蹴るのもあのトリッキーなゴールかなと思ったんですけど、これね、なんかフリーメンタルのホームグラウンドで勝ったので、ウェストブルドックス、調子がいいです。ね、パースまで行って、遠征して勝ったと。そして、はい、これがナンバー9。これ何位か、ジョー・ダナハー、ライオンズのこのスペッキーマークが取り上げられました。悔しいな、これジャイアンツとしては。あれ、ね、終わってしまいました。次、そしたら次はボッテンペディ。これはよしどう。そうですね、まあ、これも素晴らしい。あのスペッキーするとチェストマークになっちゃうんですけども、あのボッテンペディやっぱ体が強いので、こういうコンテストの時はあのブレないでいいですね。確かにね、体強いね、中盤なんだけどね。はい。で、これが、ダスティ・マーティンのこのセカンドエフォート、ハンドした後もしっかりフォローいって、相手を飛ばして、最後ゴール。もう多分5年ぐらい前から、そのダスティ・マーティンの飛ばす、はい、そのフェンドオフなんですけども、Don't Argue っていうニックネームがついたぐらい、ダスティ・マーティンから、Don't Argue をして、ゴールを決めるんですけど、まあ、スコア見てもらったら1分しかなくて、もう勝てない状態だったので、あんまりサラブレートなしな、クールなゴールでした。なるほど。試合終了ギリギリでもあれだけパワフルだったと。そしてこれが、キャメロンのこのチョンゲリキック。はい、これすごいうまかったけど、わざとかどうかってことだよね、これ。狙ったかどうか。そうですよね。本当、うん、足でチョンと蹴って、バウンス良かったんですけども、うん、なんか、ね、ジャンプして足出るんでしたら、ピックできたんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけど。なんかね、いろんなこと考えちゃうよね。これ、ジャンプして、この角度で本当に入れようと思ったのか。でもまあね、結果的には足に当たって入ってるから、ゴールはゴールなんだけど。はい。うん、この試合7ゴール決めてて、キャリアハイ。素晴らしい活躍を見せてました。そしてこれがゴールステイン、ゴールステイン選手、はい、300ゲームなので、やっぱそのエースとしたらカズンとか、やっぱそのスペシャルバンダーの中に通るっていうカルチャーがあるんで、やっぱそういうのっていいですよね。あのローカルでもやるんですかね。ローカルでもまあやるとこやると思うよ。ちゃんと数えてるし、試合数もね。よしは今自分のクラブで今試合数1なので300まで頑張ってくださいよ、これこうなるまでね、はい。ゴールドステインはワンクラブずっとカンガルーズでプレーしてるから、それもまたすごいよね。1クラブで300試合と。そしてなんだこれは、モザイクをこれちょっと置いてもらっていいですか。2022年キャッツがプレミアチップだったんですけども、のラウンド6で初めて GMHBA ホームグラウンドで試合できるので、やっとね旗を持って帰ることができたので、やっぱ光栄ですね。あ、そういうこと。今シーズン初めてのホームゲーム。はい、あのホームゲームは MCG でもやるんですけども、 GMHBA スタジアムで初めてラウンド6でプレーできたので、やっとねトロフィーと旗を持って帰ってきました。これでボロ勝ちだったんだもんね。素晴らしいね。
そしてこれがクローズもこのポケットのところからのゴール、クローズじりじりと調子を上げてきました。そうですね、なんかイメージ的にはこのあのファーストシーズン調子がいいんですけど落ちてくる感じだったんですけど、今の感じだとゆっくりと上がってるので、このままだったらファイナルセプテンバーシーズンに行けるんじゃないかなと。なんか勢いだけじゃなくてね、実力ありそうな、ジリジリ、どうしてもすごいいい試合だったんだけどね、ギリギリの試合を勝てた、しかもアウェーだったのかな、これはね、アデレードにとっては素晴らしい試合だったと思います。さあ続いてがナンバー2が、またこれヨシからちょっと説明してもらおうかな。これそうですね、あの土曜日25日火曜日だったんですけど、アンザックデイだったんですけど、うん、そのアンザックデイの1日前イブなんですけど、あのリッチモンド試合があったので、それでね、みんなこのライトアップして、今だんだんと恒例になってますね。アンザクデーの試合はいつもの試合なんですけど、そのアンザクイブもだんだんと知らして、そうなんだ、セレモニーをこうやってちゃんとやって、あの、こういうね、電気が消したりつけたりするのが、プレイヤーとしてはすごくナーバスな感じだと思うんですけど、ね、そしてこれがアンザックデイ、エッセンドンボーマーズとコネルドマグパイズの伝統の一戦になるんですけれども、まあ試合結果はね、残念な結果だったんですけれども、この日 95,179 人、お客さんが入った、アンザックデイではナンバーワンですね、過去一番入った、そして通常のシーズンでもナンバーツー入ったということで、このシーズンの序盤にさ、この9万人以上来るっていうのはやっぱすごいよね。いや、あの、9万5000人っていう数の多さがすごくびっくりして、ここでやっぱそのアンタクテーなんでお酒飲んだり食べたりするんですけど、それ考えただけで、ね、すごい利益が起きて、このアンザクテーっていう中でやっぱそういう感じで、そのいろんな人にチャラティとかしたり してると思うので、いいスポーツです。うん、で BOG だね、アンザクメダル一番活躍したのはデイコス選手でしたということで、はい、ザテン、さあモザイクかかってないといいんだけど、どうでしょうか。次がそれぞれが選んだピックアップ動画、どっちからいきますか、はい、吉野からいきますか。はい、お願いします。これあの、うん、イブのゲームだったんですけども、あの、うん、メルブロン対リッチモンドで、やっぱそのイブでもすごく緊張するプレイヤーだと思うんですけども、一人のプレイヤーに注目してください。まだ16ゲームしかプレイしてないプレイヤーなんですけど、この日3ゴール決めて、で多分その3ゴールでマッチウィングターンオーバーだったんじゃないかなと思ったんですけども、これもナイススナップとか、そうですね、やっぱこういうまだ16ゲームしかしてないヤングプレイヤーが活躍できる場所だったのかなと思いました。37番です。さあ言って、うん、あのリストから2019年からリストをしてたんですけども、1ゲーム、2ゲーム、5ゲームしか毎年プレイできないんですけども、今週はエブリゲーム、マイゲームプレイしてるので、こういうあの強いクラブに毎週ヤングプレイヤーとして入れるのはすごくレアな感じなんで、すごくプレッシャーがあると思うんですけども、3ゴール決めてこのままずっと続けられたらいいなと思いました。なるほど、なるほど、まあ、頑張っていかないとね、ずっと選ばれ続けるのは大変だということで、はい、そして私がピックアップした動画はこちらになります。ホーソンホークスのプレイヤーですね、33番のブロックマン選手のプレー出てきますでしょうか。ビハインドの後、このキックインからもうカウンターアタックがホーソンすごい上手くて早いんだけども、これもね、真ん中にボーンと蹴って33番の手前の選手、ここに巻き込まれてるんだけども、いち早く反応して前線にぐーっと上がると、もうこれだけ相手と差がついてる。このね、ブロックマン選手のこの飛び出しの速さ、確かに足も速いんだけど、足の速さであそこまで差をつけてるんじゃなくて、一回コンテストの後早めにスタートを切るっていうのが、この差、ディフェンスとの差になったんじゃないかなと。これいいよね。いや、いいです。自分このハイライトはちょっとしか見てなかったんですけども、うん、あのイメージ的にはあのゴール蹴る前のサルブレートしか見てなかったので、これね、ここ蹴る前にこれ、よしとしてはどうなの、ダメやっちゃ、蹴ってからやれっていう感じ。わかんないです、ちょっとなんかその場にいたらやっちゃうのかなと思うんですけど、第三者から見ると、いやいや、ちょっとおかしいなと思ったんで。早くゴール入れてから喜べっていう感じだね。そうですね、ミスった場合のね、ダメージ大きいのでリスクあるよね、確かにね。ブロックマン選手のランニングゴール紹介しました。
さあ、ラダーの方を見ていきましょうか。ラダーはこのようになってますが、セントキルダそのまま首位だね。安座区で勝ったコリルドは2位。うん。この、はい、まさかセリンツがずっとここまでっていうのはね、思ってなかったので、すごいと思います。はい、エッセンドン残念ながらちょっとランク下げました。そしてさっき言ってたクローズ、じりじり上がってきて5位。で、同じアデレードン、ポートアデレードンも7位に入ってると。まあ、このあたりも面白くなってます。下の方見ていきましょう。下の方って言ったら失礼だよね、キャッツにね。これ上がってき てますよ。次の週いけるかな ?8 位以上いけるかな、いや、次の週エッセンドンですよ。次の、え次の週エッセンドン、あ、そしたらちょっとまた持ち越しだね。それはキャッツはね。残念ながら持ち越しになると思います。下の方が、リッチモンドがね、ちょっと意外に下の方まだ低迷しちゃってるので、うん、まあリッチモンドはもしかしたら上がってくる可能性あると思うんですが、まあ13、14、そのあたりはもうこのままになっちゃうかなと。まあそういった感じでしょうか。そして来週の試合を見ていきましょう。今週末ですね。その首位のセントキルダー、はい、ポートアデレードと戦うのが金曜日。そして土曜日、シドニーダービーです。これはね、ぜひジャイアンツを応援してもらって、うん、シドニーダービーなので、勝ってほしいと思います、はい。そしてその下が、ヨシが言ってた日曜日の、これが、エッセンドンとキャッツ、はい、カントリーラウンド。なんだっけ、カントリーラウンドですかね。わかんないですけど、うん、この試合は見に行きます。ただじゃあのチケットをこの間また確認したんですけど、うん、MCG ってすごい大きいグラウンドの4ティアだったのでボールが見れるかどうかわかんないですけど、大きいところだね、すごい角度があるところだったので、まあ、どこまで見れるかわかんないですけど MCG に行けるのでちょっと楽しみにしてます、はい、興奮して下に落っこちないように気をつけてください。はい、でそれではお別れの動画ですね。今週はトム・ホーキンス、ジロングキャッツの不動のフルフォワード、はい、トム・ホーキンスを見てお別れしたいと思います。もうこの人はでかすぎて、誰も止められないトム・ホーキンス。そうですね、フルフォワードがね、ここまでいるとね。ずっとあのリーディングゴールキッカーだったんですけど、今、ジェラミー・キャメロンとシェアしてるので、まあ、いいバランスをとって、強い。はい、これなんか喜んで抱きついてくるのも怖いぐらいでかいからね。もう105キロだったかな、195キロぐらいだったかな、うん、体でかくてもうスワンズもね誰も行かない、もう行きたくもない。まあそういったすごい強い選手、トム・ホーキンス選手ちょっとご紹介しました。ぜひね覚えておいてもらうと、この選手ずっとボール持って怖い選手なので、特に笑ってるシーンがね余計怖いんだよね。そんなことないですよ、すごいフレンディーな方なんですけどね、プレー中はちょっと頑張って、ホルク選手になってますね。ということで、ご紹介しました。また来週も見てください。はい。